絵手紙友チャンネル金本智代です。今日は、令和4年4月の9日、ここ湯和国で友ちゃんの絵手紙ワンデーということで、ワンデーの1日教室を錦帯橋のね、近くにありますサンライズ湯和国っていうところで1日教室を開催したんですね。で、いつもの教室と違ってワンデー教室っていうのは、私がいろんなところに、この間は三重県の名張に行ってきましたが、全国東京に行ったり高知に行ったりいろんなところに呼んでいただいた時にワンデー教室を開催するんですが、それを年に1回ぐらい湯和国で開催しているんですね。で、今日がその日だったんです。で、今日のワンデーの時はまあほぼほぼこう着物を着るので、ちょっと今日もワンデー教室終わって家に帰ってきて、さあ着物脱ごうと思ったんですが、いやいや、せっかく着てるからここでちょっと YouTube 動画撮っておきましょうということで、本当このワンデー教室はちょっと普段の絵手紙教室より金額も少し高いセミナー料金をいただいておりますので、かえって遠方だとね、皆さん、あ、ともちゃんが近くに来るんだっていうことでたくさんお集まりいただいたりするんですが、案外地元の方が普段会えるでしょう。なので、でもわざわざワンデー行かなくてもっていう感じになるので、案外こう地元の人が集まりにくいのですが、今日ね、ほんと午前中10人でやって、午後から3人来ていただいて13人だったんですが、このね、なんか少人数っていうのが本当に意味ある素晴らしい素敵な時間になりましたので、皆さんのちょっとね、せっかくね、地元いつでも会えるのにわざわざ来てくれた皆さんのために動画をちょっと作りましたので、それをまずご覧ください。はい、どうぞ。昨日からチーズケーキを焼いて果物を切りました。朝は着物に着替えて出発進行。錦帯橋が見えるサンライフ湯和国で笑顔と元気を届ける絵手紙教室です。もうね、ほんとたくさんの皆さんが全国から差し入れを送ってくださいました。本当にありがとうございます。もうこんなにたくさん差し入れが皆さんから届きました。もうみんな大喜びでした。よっちゃんが差し入れの名前を書いてくれたり、のりちゃんが主催してくれて、一人一人の自己開示がありました。もうね、ワンデーならではの楽しさがあるんですが、これはお弁当ですね。はい、時恵ちゃんもありがとう。よしこさん、よしえさん、ありがとう。もうね、みんなの作品ちょっと見てください。すごい、いろんなお話ししながら素晴らしい絵を完成させました。素敵でしょう。よしえちゃんの絵です。そして初めて来てくださったのりこさん、本当になんかアットホームな感じで、はい、これは変顔バージョンです。最後はエアハグということで、本当に支えてくれてるみんなに感謝がいっぱいです。はい、こんな感じでみんなが
描いてくれた今日一日描いてくれた絵を紹介させていただきました。あの絵の紹介もですが、本当こうみんなが一人一人がこう自己開示して話してくれた、あのそのお話の内容がとってもなんか心に響いて、すごい意味ある教室になったかなっていうふうに私もとっても嬉しく思っています。それでは今日は書き方、あの絵手紙の動画を撮りたいと思いますが、去年もあの鯉のぼりの絵手紙は YouTube にアップしてるんですが、今回は生徒さんが作られた陶器で作った鯉のぼりをあの絵手紙に書いてみたいと思うので、それをどうぞ皆さんご覧ください。それでは始めます。はい、それでは始めます。今日は鯉のぼりということで、こうしっかりモチーフを見ながら描くっていうことが大事です。そして、まあ、絵手紙のコツですが、画面からはみ出すように描くっていうことが大事です。見たものを見たままになかなか描けません。で、描けなくってもよく見るっていうことが大事です。今日はだから本当はこっちまであるんだけど、画面からはみ出してこんな感じで書いていきますね。今日の絵手紙教室、ともちゃんの岩国ワンデーですが、いやー本当になんか、あーやってよかったなーっていう風にもう心から本当になんかありがたくて感動の一日だったんですが、いやわざわざね、この近くの人がいつも教室で会えるにもかかわらずワンデーに来てくれるっていうのが本当にありがたかったんですが、あーやっぱりこのワンデーは意味があったなっていうふうにすごく思う出来事がありました。なんかね、あのやっぱりこう全てのことに意味があるんだなっていうのをつくづく思いますが、プライバシーに関わることなので、あのまあ内容についてはあまり言えないんですが、本当にみんなが優しくて、そしてなんか多分今日のそれぞれがなんか今まで生きてきた人生をすごく振り返りながら、心に留まるワンデーだったんじゃないかなと思ったら、私も幸せですし、参加してくださった皆さんに本当に感謝したいなと思うんです。まあね、生きてるとね、本当にいろんなことが起こりますよね。で、いいこともあれば、自分にとってすっごいしんどいなって思うことももちろん起こりますし、でまたそのことが原因でこう、なんかわからないけど体調が不良になったりして、ちょっとこう外に向かっていけないなって思う、本当にうつ状態になってしまうっていうことも、あの人はねやっぱり弱いですから、そういうことってあると思うんですが、
そういう時にもう本当引きこもってしまわないで一歩踏み出してみると、すごいあったかいこうみんなのね気持ちに触れたり、ありがたいこう言葉が聞けたり、まあそんな風に全てのことが、やっぱりね、自分が一歩踏み出すっていうのがね、ものすごく大事なんですよね。で、そういう、本当にそんな今日は一日になったのですが、私も、こんなにポジティブで、すごく、毎日本当にありがたくて楽しいことだらけ、の発信をしておりますが、若い時はね、実はね、結構ね、夜中に目が覚めて、本当20代の頃とか夜中に目が覚めて東京に住んでたんですが、もう結婚もしてたのですが、夜中に目が覚めたら何の理由もないのに涙が溢れて、なんかね、もう結構すごいしんどくって、意味もなく涙が出るっていうような、そんな時期もねあったんですよ。そういうまあいろんなことは悲しいことも嬉しいことも、今はもうなんか全てをプラスに捉えて、もうね、いいことも悪いことも全部自分の受け取り方次第なので、それをこう、それは気に入らない、それは気に入るって評価するんじゃなくて、もう起こる出来事全てを味わい尽くそうっていう風に覚悟を決めてから、本当に幸せな人生になったんですね。だからもう本当にこう悩むのを全部手放してやめてから、本当に人生が変わっていったっていうのがあるので、そういうね、なんか私の絵手紙教室に来て、そういう深い話ができて、そしてみんながなんか自分のことを自己開示しながら心に寄り添うっていうような、そういう絵手紙教室に今日なったことが、本当にああよかったなと思っていますって言って喋ってるうちに、鯉のぼりが書けましたが、こんな感じでね、こうやってね墨をねかすらせるのも面白いんですよ。でこっちはひごいとまごいですが、この後ろの方はもうシャシャシャって書いて、こっちの手前の方はちょっとしっかりこう鱗なんかも書くっていう風に、ちょっとこうやって差をつけてみました。でこれね、もうちょっと本当は下にしたら言葉がいっぱい書けたのに、結構真ん中に書いてしまったので、バランスを取るためにこの下のお花の模様なんかもちょっと書いてみましょうかね。こんな風にテーブルクロスの模様を書いてみます。こんな感じでテーブルクロスの模様もちょっとこう書き込んでね、そうするとこうバランスが取れるので、そして今日はなんて書こうかな、ちょっと書くスペースが少ないですが、もう今日人の評価なんて気にしないで、人がどう思うが
自分の応援団は自分自身です。あのね、結構ね、自分を傷つける人が多いんですよ。なんかもう一人の自分が心の中にいるでしょう、皆さん。そのもう一人の自分が自分がやってることに対して、そうそういいよ、頑張れ頑張れって言ってくれる自分だったらいいんですが、結構その自分の応援団であるもう一人の自分がいつもダメ出しする自分だったりしませんか？ダメじゃん、それじゃあダメじゃんっていう風に、いつもダメ出しをする自分だとしんどいんです。そのもう一人の自分を絶対何があっても見捨てない自分の応援団にしましょう。自分らしく生きるためにはもう一人の自分が自分の応援団じゃないと、なかなか自分らしく生きれないんですね。なので、そのためにはどうしたらいいかっていうようなことをみんなで今日絵手紙教室で話し合った、そんな教室になりました。はい、それでは次に色を塗っていきます。はい、それでは色を塗ります。もうね、なんか見たものを見たままに描けなくっても、もう自分の好みでちょっと色をつけていこうかなと思うんですが、こうやって顔彩を取ってちょっとピンクをちょん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 っていう感じで、こうやって鱗一個一個にこんな感じでちょっと色をつけてみましょう。で、こうにじみを利用しながら、こうやって濡れてるとポワンとぼやけるので、こうやって濡れてるところにこうやってちょんちょんちょんってやるとふわ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 っとなります。ね、こんな感じで、はい、こんな感じでちょっと手前色つけました。でね、ここが穴が開いてるでしょ。そうするとこう、ここを濃くしたい時とかはこうやってね、はがきをね、反対にします。そしてちょっと濃い感じの赤を筆先につけて、こっち側からこんな風にスーッと入れると、こっちが濃くなりますね。そうするとこう中にギューッと入ってる感じになりますね。こんな感じでちょっと色をつけてみてください。向こうはブルー、この場合は青い向こうにあるから、ここまでこう正確にじゃなくてもいいので、ちょっと色をささっとこう塗ってみてください。そしてこれは陶器でできているものなので、やっぱりここもこうさっさっとこう、こっちを濃くね、こんな感じで陶器でできているので、ちょっとこう黄色っぽい色が入っているので、その感じもね、ちょっとね、オードかなんかでちょっと表現してみましょう。はい、こんな感じかな。ほんとささっていう感じで、ちょっとこう色、この辺が光ってるので、はがきの白さを生かします。
そしてしっかりこの辺色つけてもらって、さささっと描いてもらうのがいいかなと思います。で、2匹この色がついたところで、この地面ですが、ブルー系にしてもいいんですが、ちょっと焦げ茶にしようかな。私はちょっとこれを立体的にするのが好きなので、こんな感じで先に筆に置いてある感じでこうやって影をつけます、ね、こんな感じでちょっと影をつけてみます。でね、これをつけるだけでちょっと本当にこう物が置いてあるって感じになるでしょう。鯉のこの陶器の鯉さんが置いてあるって感じになります。そしてこれはあの柄なの、下のテーブルクロスの柄なので、もうそんなに詳しく描かない感じでさささっと色をつけますか。こんな感じでね、ほんとね、このね、ガゼン紙がにじむので、あのふわふわっとポンってこうやって置くだけでにじみが出て味になるんですね。だからそんなに詳しくこう書かなくってもポンって置くだけで色がつきますね。こんな感じで、はい、もうこれでいいかな。こんなちょっともっと書き込みたい人は書いてもいいんですが、案外、もうこのぐらいの感じでやめていく方が、あの面白い絵になると思います。はい、できました。そして落款を押せば出来上がりです。楽観は、このね、朱肉がね、あの印泥って言いまして、私はね、こういう中国製の印泥を使っていますが、このね、濃い赤が結構すごくいい雰囲気なんですよ。あんまりね、オレンジ色っぽい、橙色っぽいよりちょっと濃い赤が私は好きなんですが、どこに押しましょうか。ここか、ここですね。どっちにしようかな。こっちにしましょうか。で、このね、赤い朱肉、結構あのハンコ屋さんに行ったら印泥って言ってもらったら売ってるんですが、安い印泥もあるんですが、あんまり安い印泥だと時間が経つとこの周りににじみが出るんですね。なのでちょっとこれ3000円ぐらいするんですが、あのそのぐらい出してもらうと、しっかりいい印泥が手に入ると思います。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、出来上がりました。いかがだったでしょうか。こんな感じで、去年も鯉のぼりの絵手紙は書いたんですが、今回は、セットモードにでできた置物の鯉のぼり、ちょっと描いてみた、このコツなんかも分かっていただけたんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さん、描かれてお部屋に飾ってもらってもいいと思いますし、子供たちにね、送ってもらったり、お孫ちゃんだったり、いろんなお友達だったり、ぜひぜひ今時期ですので書いて送っていただけたらと思います。今日は岩国の絵手紙ワンデーの様子と、そして鯉のぼりの描き方をお送りいたしました。こんな感じでワンデー教室ってやっていますので、
今はね、まあコロナでなかなか遠くには行けませんが、コロナが落ち着きましたら、ぜひ皆さんこの素晴らしい岩国に遊びに来てください。今日の話では、来年もいつもは1月にやってたんですが、寒い時期よりこの4月のすごい爽やかな時期にやるのいいねっていう話になりましたので、来年は多分4月にやることになると思いますので、全国からのたくさんの皆様のお越しをお待ちしております。というわけで、今日も絵手紙ともチャンネル、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。高評価ボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。